どうも、まひろです。今日はですね、借金持ち、節約貧乏人男である私の2023年1月の家計簿公開をさせていただきます。まず私が何者かと言いますと、私は関東住みで27歳でフリーターです。本業でお笑い芸人をしておりますが、それだけでは食べていけてないので、アルバイトで生計を立てております。よろしくお願いいたします。今回の動画の流れに関しては、まずはアルバイトの給与と YouTube の収益の公開、その後に2月の支出額の公開、この2部構成でお話しさせていただきます。まずはですね、アルバイトのお給料なんですけども、155,799円でした。ありがとうございます。手取りとなりますね。稼いだ額で言ったら18万くらいになるんじゃないのかなと思われます。いつもだったらね、明細とかがあるんですけども、ウェブ明細で、これ普通に良くないんですけど、間違った明細表が届いてて、で今訂正を申し出てるんですけど、1ヶ月くらい明細が訂正されないんですよね。一旦今の生活に支障は出ないので大丈夫なんですけど、内訳とかがねお伝えできないんですけど、まあ大体150時間くらい働いたんかなって感じですね。時給が1100円ですので、多分ねこれくらいあれば生活はできるかなって感じですね。続いては YouTube の収益に関しては、今月は123,223円でした。ありがとうございます。ありがたい、感謝ですね。私は YouTube の収益は一旦事務所に届いて、その事務所から転引きされての金額でございますね。そんな感じですね。で、芸人の給料はゼロ。続いてはですね、2023年1月の支出額の公開をさせていただきます。支出額に関しては、毎月額が固定の固定費と、毎月額が変動する変動費、この2つに分けてお話しさせていただきたいと思います。まずは固定費が、家賃 54,300円、電気代8,024円、ガス代1,737円、水道代0円、借金12,000円、携帯代が11,989円、 Wi-Fi 代が4,598円で、合計で92,648円となりました。一つずつ振り返らせていただきます。まず家賃が54,300円でございます。安い方なんでしょうね、多分ね。前の家が家賃61,000円で、ベランダついていない、クローゼットないだったので、今はその2つがあって54,000円でございます。で、続いて電気代が8,024円となりました。皆様もそうだと思います。値上がりの影響で電気代やばくないですか？私もまんまとやられてますね。私はウサギのミータンってこう飼っているんですけど、今足元にいるね、部屋散らかってて申し訳ないんですけど、ウサギのミータンってこう飼っているんですけども、この子の体調を整えるために常にエアコンはつけているんですよ。値上がりするってなったら電気代バカ高くなりました。でもこの子が元気で生きてくれたら私は幸せなんですよ。愛してるぜミータン。Yes、そういった事情があり、ペット飼ってる身にとっては余計に電気代っていうのは痛いのかなと思います。ただね、こっちとしてもエアコンつけてることによってすごい快適なんで、もう最高です。続いてガス代が1,737円となっております。真冬で今雪降ったりとかもしたので、お湯とか使ったんですよ、お風呂で。でそれでこれはすごい安いんじゃないのかなって感じですね。まあただその電気代のこの爆上がりと、なんかプラマイゼロになってるかって言ったら全然なってないですね。マイ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 。続いて、水道代が0円となっております。私が契約させていただいている水道会社さんでは2ヶ月に1回の支払いとなっていますので、来月支払いがあります。続いて借金が22,000円でございます。これはもう毎月支払わないといけない金額でございます。ちょっと多めに支払っていますね。続いて携帯代が11,989円となっております。この携帯代に関してはすごい安く収まりました。ありがとうございます。これでも安いんですよ。なんでかって言ったら、携帯は2台持ちなんですよね。2台持ちって言ってもそんなあのかっこいい言い方するべきでもないんですけど、1台がプライベート用の携帯で、今撮影している携帯が撮影用の携帯でございます。この2つに分けないとちょっと YouTube が同時進行結構難しいので、このように分けております。でこの2つの携帯の両方とも支払いをしないといけないんですよ。なのでそんな感じですね。続いて Wi-Fi 代が4,598円でございます。 Wi-Fi に関しては結構安いのかなと思うんですけども、 Wi-Fi が弱いんですよね、うち。本当に2日に1回切れるんですよ。直し方がないんですよ。しかも待てば治るってやつなんですよね。1分後に治る日もあれば、30分間治らない日もあるんですよ。どうにかしておくれよって思いますね。本当に私は見た目通りのネット大好き人間なので、 Wi-Fi がない環境だったらもう生きていけないんで、もう本当に Wi-Fi と運命共同体として、運命の赤い糸で一生結ばれていきたいなと思っております。本当です。
そんな感じでですね、固定費の公開を終了いたします。続いて変動費の公開をさせていただきます。食費4624円、雑費4545円、娯楽費2482円、病院代1500円、ミータン代2405円、芸人代31174円、交通費6000円、不明物資6957円、外食費11488円、プレゼント代2874円、計96159円となりました。一つずつ振り返らせていただきます。食費4624円、これめっちゃ気になったと思うんですけど、ご説明させていただきます。私はまあ現状で YouTube のチャンネル登録者数がですね5万人いてくださっています。ありがとうございます。お正月が挟まったじゃないですか。今回そのお正月だったということで、めっちゃ PayPay で送金してもらったんですよ。いろんな人にお年玉だよお年玉だよ言うて、でそれで食費に当てたらこうなりましたね。なので全く食べてないんじゃなくて、むしろちょっと多めに食べてます。でも安く済んでいます。これは皆様のおかげです。ありがとうございます。続いて雑費が4545円です。ちょっと数字の並びがいやらしいんですけど、そこは完全に無視してください。たまたまなんで4545円ね。ティッシュとかトイレットペーパー系ですね。はい。で、続いて娯楽費が24852円でございます。正月というのもあってなのか、多めに使っちゃいましたね。あとは、まあ、以前の動画でもお話ししたんですけど、私にもこんな私にもありがたいこんな私にもありがたいことに、私を愛してくれるような彼女さんと出会うことができましたので、お付き合いする前ですので、ちょっとね頑張ったっていうのがありますので、ちょっと多めに使っちゃいましたね。現状彼女ともいろいろお話しさせていただいて、毎回こういう風に遊ぶことはできないので、今後は節約しつつお遊びできませんかっていうふうにお話ししたので、今後はその娯楽費用も今までよりかは全然多いと思うんですけど、今月よりかは格段に安くはなると思うので、そこだけご安心いただけたら幸いでございます。続いて病院代が1500円でございます。これは歯医者でございますね。虫歯もありますし、歯石を取ったりとかもしてるので、定期検診をしてるんですよね。それこそね、あの彼女に汚い歯を見せるわけにはいかないので、治療に専念しているわけなのですが、それの定期検査の費用が1500円でございました。続いてミータン代が2405円でございます。ミータン代に関してもね、確かペイペイで使ったのでこんだけ安くなったって感じですね。通常そのミータンのご飯代だったりとかいろいろ含めると1万円くらいするんですけども、今回はありがとうございますということで、続いては芸人代が31174円となっております。先ほどもお伝えした通り、私は本業でお笑い芸人をやらせていただいております。芸名が小野寺ジャスティンです。以後よろしくお願いいたします。先ほど収入について芸人代は0円と申し上げましたので、今月は芸人代として31174円マイナスになったということでございますね。それでもやりたいことです。そこだけ承知していただけたら幸いでございますけど、アラサーで夢を追いかけて何やってんだよって思われると思うんですけど、全然大丈夫です。何言われてもやりますよ。具体的に何がかかってるかって言ったら、私のような売れてない活躍できてない芸人っていうのは、こちらからお金を支払ってライブに出させていただいたりするんですよね。あとはまあ主催ライブをやらせていただく際にお金をかなり出さないといけないと。あとはですね、私が主催ライブやらせていただいている上で、告知のフライヤーとかをですね、また別の方に依頼していますので、そういったものも含めてですね、謝礼金だったりとかいろいろ含めての3万円でございます。そういった感じでね、お金や時間をかけてやっているライブが毎月行っていますので、よかったら芸人のツイッターフォローしていただいて来ていただけたら幸いです。交通費6000円でございます。これはですね、私は郊外に住んでいますので、東京都内のライブ会場に行く時の費用でございます。続いては不明物資が6957円でございます。こちらに関してはマジで何に使ったかわからん、本当に何に使ったかわからん、ごめんなさい。続いて外食費が11488円でございます。外食費に関しましても、彼女だったりあとは連れだったりって感じですね。私のチャンネルを昔から見てくれてる方は驚くと思うんですけど、私は本当にいい意味で節約体質だったと思うんですけど、外食がすごい苦手な人間なんですよね。今も苦手なんですよ。一人で外食することはもうめったにないんですよ。一人で食べていると周りから、おめえみてえなやつが何外食してんだよ、決めんだよ、バカどっか行けみたいなことをなんか聞こえるんですよね。本当に、あ、もうマッキー分かっている、マッキーなんですよ。2021年とかは外食4回くらいしか行ってないですからね。その本当にコロナ関係なく行ってなかったですね。2022年内も10回行ってるか行ってないかってくらいなので、ただね、そんな中初デートとか普通にお友達との食事会でこれくらい行きましたね。節約はそんなできてないけど成長はしてますよ。複雑な気持ちですね。でもね、正直嬉しいが勝っています。やっぱり好きな人ね、それはあの彼女だけじゃなくてお友達もそうなんですけど、好きな人とお食事をして
時間を共有できるっていうのは何よりも幸せでございますので、お金より時間の方が長い人生で見てとてつもない財産だと私は認識していますので、これはすごい成長だなと私は思っています。続いてプレゼント代が2874円でございます。プレゼントに関しては本当にそのちっちゃいものなんですけど、後輩が誕生日だったんでセブンイレブンで買った唐揚げをプレゼントするとか、冷凍の唐揚げをプレゼントしましたね。冷凍の唐揚げをプレゼントしましたね。なんで2回言ったので、あとはその彼女様にもなんか買いましたね。もうほんまにちっちゃいプレゼントをバン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 ってもういろんな方に渡す、もう雑魚サンタクロース。芸人代が一番占めているのかなっていう感じはありますね。 YouTube でご収益もいただけているので、私の YouTube の初期でもお話ししたんですけど、将来の夢に向かってお金を使っていくっていうのは大前提でございますので、もちろん貯金とか生活費に当てたりもしますが、そういったことはしていきます。というわけでですね、私の2023年1月の家計簿公開を終了させていただきます。最後にですね、私なんかにもね、ありがたいことに YouTube でコメントとかいただけているんですけども、2つだけよくいただくコメントをご返答させていただけたらなと思っています。まず質問1つ目が、なんで借金をしたんですか。借金をした理由に関しては、まずは大阪から都内へ引っ越すための費用、これが30万円かかりましたね。借金コツコツ返済して残り15万くらいになったタイミングで、私 DJ 社長さんが大好きなんですけども、 DJ 社長さんは世界一のアーティストになりたいと、その世界一のアーティストになりたいという夢を叶えるために借金をしてたんですよ。まあ、どういうことかっていうと、お金がないからという理由で夢を追いかけられないっていうことが嫌なんですって。これにも心打たれちゃって、私はで、私も借金をしてでも芸人をたくさん頑張ろうって思って借金をグーってやったんですけど、借金が50万くらいに達したタイミングで、怖いな将来って思ってやめちゃいましたね。そっから軽く詐欺被害にあって、でそれで借金が上乗せになって、なんか60万とか70万とか達しちゃいましたね。でも幸せなんですよ、ちゃんと働いてるしね。でしょ。最後はですね、 YouTube の収益もあるのでもう貧乏じゃないでしょって言われるんですけども、一般的に考えたら分かんないですけど、まだ貧乏だと思いますよ。貧乏や借金だっていうネガティブなワードでこういう風にチャンネルたどり着いてくれた方がいるのですが、私もずっとそう名乗っていくわけもいかないし、これからねちゃんとどんどん働いていって一定のラインは稼ぎたいっていう気持ちはありますので、別に大金持ちになりたいっていう気持ちは全然ないんですけど、そうなったら貧乏とか名乗らなくなると思いますね。ただまあ今現状では私の中では貧乏ですね。はい、そんな感じで質問回答させていただきました。いつも皆様ご質問ありがとうございます。そしてご声援ありがとうございます。私も今後とも頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。私の YouTube チャンネルでは、借金持ち節約貧乏人男である私の Vlog 動画、節約術、いろんな動画を更新していきますので、今後も見てくれるよという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。他にも Twitter、Instagram など SNS やっているので、フォローをよろしくお願いいたします。またスズリというアプリで私のオリジナルグッズを販売していますので、そちらもチェックよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。